ワールド、森保監督についてどう思いますか？ワールドカップ勝てますかね？いや、森保さん頑張ってると思いますよ。あの、いや、これ、なんか、またこう言い方すると上からとか言うんだけど、もう、すいません、なんかもう、ほんま、もう自然に喋って上からみたいになっちゃうんで、悪気ないんですよ。うん。なんで、あの、めちゃめちゃ、あの、森保さん、あの、頑張ってるし、ワールドカップ勝て、ワールドカップ勝てるかなんて、まあ、それは分かんないです。その時の、あの、状況によるでしょう。可能性はあると思います。最近の若手で本田選手が特に期待している選手は誰ですか？いっぱいいるんであれですけど、今年オリンピックで出場してた選手たちは期待してますね。冨安さん、久保さん、堂安さん、三好さん、三笘さん、まあ本当今回のオリンピック見てていろいろ知ることもできたんでよかったです。今の代表戦が本田さんがいた頃よりもつまらなく感じるのはなぜでしょうか？いやー、年取ってんすよね、そんなもんですよ。色あせないね。昔やってたゲーム、映画、音楽、景色、食べ物、色あせないですよね。うん。でも僕はそれはそうなんですけど、色あせない良さはあるんですけど、新しいことをこう掴みに行くで、新しいことで感動できる人間でもありたいなと思ってるんで、積極的に自分よりもはるかに下の世代の人たちと同じ価値観でもこう新しいことに、挑戦するっていうような姿勢はなんかこう持ち続けたいなと思ってますね。また質問しちゃいますが、本田選手の勝負のための準備ができてる選手は中田英寿さん以来だと思ってまして、逆に今の若い選手にそこの勝負強さ、メンタル強さを感じられるのは辛くても久保君レベルの選手が挫折して立ち上がるのは必要だと思います。いや、これはね、もう価値観の違いなんでね、世代が違うとやっぱり価値観が違うので、自分が求めているメンタルとか準備の仕方とか態度っていうのを、どうしてもこう若い選手に求めてしまいがちなんですけど、それはそれで間違ってるんですよね。また久保さんたちの世代のファンは、久保さんたちを見たらやっぱ根性があって夢を与えられる選手たちで、メンタルも強いってやっぱ評価してるんですよ。でまた久保さんたちが僕ぐらいの年齢になった時にこうやって質問された時に、まさに久保さんとかの世代の時はめちゃめちゃメンタルが強かったと思うんですけど、今の若い者にはそういう気概が感じられませんみたいな、これ繰り返していくんですよ。なので一概に、彼らがそういうメンタルの強さがないっていうことではないと思ってます。中島翔平選手が好きなんですが、中島翔平選手は日本代表に復帰できると思いますか？できると思いますよ。あのちょっとコンディションが分かんないですけど、持っているものはちょっと日本代表の中でもドリブルの質はトップレベルだと思います。2010年のワールドカップ前、親善試合終わり戦の前に中村選手とのフリーキックの時に何を話していたのかお伺いしたい。本田選手は中村選手に蹴らしてほしいと言ったのでしょうか？言いました。はい、まあ、俊さんに、蹴らしてほしいと。当然ながら俊さんがずっとこれまでの日本代表で蹴ってたんでね、まあ、それで無理だというような話になりましたね。ワールドカップ予選の後半のロスタイム、PK ど真ん中決めた時はどんな心境でしたか？まあ、嬉しかったですよ。なんかホッとしたっていう方が正しいですかね。現状のワールドカップアジア最終予選、日本の現状についてどう思いますか？またここから日本が立ち直すには何が必要だと思いますか？これ次の一戦を乗り越えたらまた怪我人が戻ってきたりして状況が一気に変わると思うんで、まあ、時間が解決してくれるっていうことがまず一つと、次のオーストラリア戦に関してはちょっとオーストラリアの戦術と現状が分かってないんで、ちょっと対応策を言い切れないんですけど、でも前の試合も決めるところ決めてたら勝ってた印象が前半は少なくともあるんで、まあ決めるところ決めるっていうところでしょうね。結構チャンスあったと思うんで、次のオーストラリア戦は古橋選手の活躍が鍵になると思いますが、本田さんは古橋選手をどう見ていますか？またどう起用するのがいいと思いますか？僕はまずあんま古橋選手の活躍が鍵になるとは別に思っていません。ただすごく誤解のないように言うと、
今乗ってますし、乗ってるイメージですし、使わない手はないと思うんで、キーポイントになるかはちょっと分かってないし、そうは思ってはいないんですけど、なり得るっていう可能性はもちろんあるんですし、なり得るっていう視点で言えば全員あるでしょ。だからそのぐらいの認識ですね、はい、でも印象ですけど足が速いのでやっぱ出し手が重要ですよね。で出し手と の連携が何よりもし出た時には重要かなと思います。まあスタメンでは使わないじゃないですか。使うんですかね、わかんないですけど。